遥か昔、まだ地球がたくさんの国に分かれていた頃、平和という名の天秤が微妙なバランスを保っていられた頃、だが天秤は気まぐれに傾いた。戦いは始まった。当時最も大きな二つの国、機械を操る国と魔力を操る国、今となっては戦いの理由さえもわからない。戦いは地球全土を巻き込んだ。人や動物のほとんどが死に絶え、草木は枯れ、海は干上がり、地球はしばらくの間静かな星となった。そして時は流れ、地球はよみがえった。大地をかける人間たちは、魔力を持つ者も持たない者も共に協力し、今日を生きている。しかし天秤は今一度その身を傾けようとして、ほーら見ろステア、やっぱ俺の言った通りだろうが。ライデン、あんたの勘ってのもたまには役に立つのね。たまにはは余分なんだよ。そうですわステアさん、フィリアなんかライデン様の言うことだったら何でも信じるのに。ガイストさんもそうでしょ。ほら。はいはい、まあそれはいいとして。よくない。いいの。んなことより今回のターゲットは何なのよ。そう慌てるなって、今回のはすごいぞ。これが今回のターゲットだ。なになに？魔法帝国の紋章が刻まれた紫の石、見つけ出したものに100万クレジット。100万？そう、100万クレジット。砂漠砲12番発着所にて引き換えってことだ。100万クレジット…マジ？マジ。やりましょう。そうこなくっちゃな。よし、行くぞ。はーい。で、なんでこの洞窟にあるって分かったのよ。勘だ。聞いた私がバカだったわ。